市行政情報番組まるっとつがいどです。3月は卒業シーズン、別れと旅立ちの季節ですね。市内でも卒園式や卒業式が行われ、子どもたちは新しい世界へと進みます。今月のうちにしっかりと準備を整えて、新しい生活への一歩を踏み出してほしいですね。それでは今回のまるっとつがいどの放送内容です。町の出来事では、2月9日日曜日に行われた被災アルスプラザ開館プレイベント、注文の多い料理店と、2月10日月曜日に行われた市立西ヶ丘小学校で園児が授業見学の模様をお送りします。前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム、今回は進化する中西バイパスをお送りします。市政ガイドでは市民課から証明書のコンビニ交付をお送りします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。